のばりばチャンネルにようこそ。今日は千葉県の芝山にやってきております。こちらは芝山千代田駅です。このね、芝山千代田駅っていうのは芝山鉄道の終着駅ですね。芝山鉄道っていうのはね、日本一短い鉄道として有名ですね。一区間しかなくて、東成田駅っていうところとここで 2.2km ですね。その駅のね、目の前にほら埴輪がありますよ。ここだけじゃなくてね、芝山の中心部に行く道路沿いにもね、埴輪の模型がいろんなところに飾ってあって面白いですよ。ここはね、成田市と芝山市の境界線なんですよね。この看板には芝山って書いてて、反対側のね、こちらの看板には成田市って書いてますね。まあね、住所上はね、ここは芝山ということになってます。あ、これが航空シャトルバスですね。このね、駅で降りるときに気をつけないといけないことなんですけども、自動改札機はあるんですけども、現金精算しかできないんですよね。だから交通系の IC カードが全く使えないということです。だから、まあ、ここで降りるときは先持ってその切符を買っておく、でもしくは、まあ、現金精算して、あとは各駅の窓口で対応してもらう、後処理してもらうっていうことになりますね。ちなみにこちらの駅の1日の平均利用者数は約1100人だそうですよ。あちらが芝山千代田の駅舎ですね。で、ここが鉄道の最後。今はね、ここまでですけどもね、将来的に芝山の中心部を経由して、九十九里の方まで、伸ばす計画も検討されてるそうですよ。あとはね、この反対側なんですけどもね、航空科学博物館なんかがあったりとか、あとは道の駅ならぬ、空の駅ですね。なんかふわりっていうところがあったりとか、あとは埴輪博物館なんかもありますね。ここのね、あたりっていうのは古墳があって、で、その関係で埴輪がよく出土されることでも有名な町です。ちなみにこの芝山千代田駅っていうのは成田国際空港に隣接している駅なんで、まあ、このあたりっていうのはもちろん航空関係の会社なんかがたくさんあるエリアになりますね。すぐ近くに温泉施設があるということなので、まあ、せっかくここまで来たので寄ってみようかなと思います。この駅前から見えますね、このサインが目印ですね。ゆって書いてる目印。こちらが入り口ですね。と、成田空港温泉空の湯。あちらが無料送迎バスですね。第2ターミナルから約15分でここまで来れますよ。じゃあ早速中に入ってみましょう。こちらで受付して、この広場になんかお土産みたいなのも売ってますね。であちらにマッサージしてもらうところですね。で、ここが天の川っていうレストランもあります。これで1500円ですね。時間制限なしで、これが岩盤浴のタオルって言ってましたね。これが大きなタオルで、こっちがちっちゃめのフェイスタオルですかね。あとこの館内着もついてくるというやつです。全部ここで借りられるから手ぶらで気軽に遊びに来れていいですね。ここにキャッチ、おー、すごい。漫画コーナー。
3階が温泉ということですね。マッサージマシンも完備してますね。利用するには12分で300円ということです。カプセルホテルなんかもあるんですね。ここがお休みどころですね。この館内で来てる人だけ利用できるということです。石でできたなんかレンガですね。レンガみたいになってる。でこぼこ。サウナと似てるんですけれども、温度が全然違いますね。サウナだと15分もいられないですけれども、ここだとね、ほんのりあったかくて、汗がゆっくり出てくる感じで、気持ちいい感じなんですよね。気づいたらね、1時間ここにいました。すごいね。リラックスできますね。私は今回寝ないようにしてましたけど、普通にこれ寝れますよ。こちらが冷風土。すごいひんやり、なんかピカピカ。あんま浴の後ですごい気持ちいい。ここは通常ホット映画をする空間みたいですね。なんかね、すごいリラックスできる空間ですね。ここが2階で、ここは休むところですね。お湯風呂はね、3階にあって、全部で8種類ありましたね。外にまず温泉があって、天然温泉で、かけ流しと、あとは、老化循環の加水って書いてましたね。で、その他にもジェット風呂と寝湯と、あとは壺湯があったり、で中には高炭酸泉と、あとはコラーゲン油かなんかって書いてたんですけども、そのお湯に美容成分が入ったお湯って書いてましたね。あとは冷水があって、サウナはね2種類あって、普通のサウナと、あとはハーブサウナって書いてましたね。なんか今日はラベンダーでした。すごいね、部屋中にラベンダーの香りが漂っててリラックスできる空間でしたよ。日によってはね、ハッカとか、あとヨモギの日もあるみたいですよ。すごいいいからね、一日中過ごしたいくらいですね。空の湯すごい良かったですね。なんかね、地下1キロメートルから湧出したお湯みたいで、海水のね、なんか1500倍の要素を含む、その泉質、温泉らしいですね。だから世界的に見ても珍しい温泉らしいです。このね、温泉以外にもね、こちらに髪切るところがあったり、こちらにはね、フィットネスセンターなんかもあるみたいですよ。ということで、今回も最後までのまりまチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。またねー。